クリスチャンの寄り道へようこそ東京アンテオ教会のフィです今日は人生のターニングポイントについてお話しさせていただきます私の人生のターニングポイントは数冊のキリスト教の信仰書に出会ったことでしたその中の一冊にマーリン・キャロルーズさん と言われる方が書かれた「賛美の力」というタイトルの本がありましたある方が「この本面白いから読んでみたら?」と勧められたものでした本を読むのが大好きだった私は興味深く思えまた「賛美の力」ですから 音楽も大好きだったので何か面白い音楽に関することが書いてあるのかしらと思いワクワクしながら読み始めましたするとそこには私が思っていた音楽の話ではなく良いことも悪いことも全ての事柄を感謝し賛美する ということが書かれてあったのです良いことだけではなく悪いと思える事柄においても感謝する中で驚くべき神様の奇跡が表されたというたくさんの体験談が書かれてありました。私はそのの数々のお話に 非常に驚き感動したばかりではなく素直に信じ受け入れることができたのでしたそして自分自身も適応してみようと思わされました当時私は大学の1年生でしたが何をしても虚しさを感じ家族がいても 友人がいたとしても心の中は満たされることはありませんでした家族の中でも父が大病を患っており一時的に回復しましたがまた再発するかもしれないということで不安と悲しみがいっぱいでしたその本をしばらく読み進めていくと まずイエス・キリストを心の中心に受け入れることが重要です」と書かれてありましたから私はそのまま自分の心の中に心の中心にイエス・キリストを受け入れる祈りをしましたそして全ての事柄を感謝し始めたのですこれが私の人生の タンングポイントとなりましたそのお祈り以降それまで行かなかった教会へ行くようになり今まで読んでもちっぷんかんぷんで分からなかった聖書の言葉が心の中に入ってくるようになったのですそれは人に強要されたのではなく教会へ行きたい 聖書を読みたいと私自身の心が変わっていったからでしたそして心の中にぽっかりと空いたような空洞が喜びと平安で満たされ始めるようになりました虚しさや家族に対する不安もなくなり父も余命幾くばくと言われましたが その後何十年も生きそして両親ともイエス・キリストを受け入れていきました神の国に入った私の神様の計画はしかしそれだけではなかったのですその賛美の力を書か,かれたマーリン・キャロラーズさんは当時アメリカのカリフォルニア州におられましたけれども そのマーリンさんについて賛否の力を学ぶツアーというものがありそこに参加し直接マーリンさんとお会いすることができたのですそしてあなたの書かれた本によって私の人生も変えられましたと感謝を伝えることができたのでしたそればかりではありませんマーリンさんが書かれた 書籍を翻訳するという機会にも預かりまたマーリンさんが初めて来日された時には賛美リーダーという機会にも預かることができました神様の計画は考えをはるかに超えて素晴らしいものであったのでしたすべてのことについて感謝しなさい神を愛する人々 すなわち神のご計画に従ってまされた人々のためには神が全てのことを働かせて生きとしてくださることを私たちは知っています聖書に書いてある御言葉は誠に真実ですそれではまた